え、記念日を迎えております。そのことを覚える、まあ、礼拝ということにこうなります。え、134年という、本当にまあ、え、日本のキリスト教の歩みの中では、え、古い、中にあるのではないかとこう思います。そしてこの教会は、え、この地に建てられて、長い歩みをしてきました。 さまざまな困難の中にあって歩みを続けてくることができてそして今年の7月に剣道式を迎えてこの瀬戸江戦教会も新しくなってですね新しい思いでこの地に福音を述べ伝えていくというそういう思いの中にあるかと思います。教会が このイエス・キリストの福音をこう述べ伝えていくこのイエス・キリストの十字架をこう伝えていくということでありますけれども今日はですねまさしくその中心であるこのイエス・キリストの福音といいますかこのイエス・キリストの十字架とはどのような意味があるのかというのを今日の聖書の箇所でからかを考えていきたいとこう思います。 今日の聖書の箇所はですねイエス様がまさしく弟子たちに裏切られ逮捕されるそのような場面にこうなっていきますイエス様は神の子としてこの私たちのところに来てくださいました30年というそのまあ普通の 人生をこう歩み30歳になってからそのまあ神様の働きを初めてこう行きました今約3年という,こう短い時間でありますけれどもそのイエス様のこの働きによってまあ世界の歴史がこう大きくこう変わっていったとまあいうこともこうできるとこう思うんですねえそれまで イエス様は、えー、エルサレムにこう入られて、そして、えー、この敵対する最司長やあ立法学者たちとですね、戦いながらイエス様自身は、えー、悩みながら苦しみながら十字架の道をこう歩んでこう参りました。えー、少し前の、えー、杉越しの食事、最後の晩餐の 場面もこう見てままいりましたそこではイエス様がこの弟子たちに対してこの裏切ることをまあ告げているわけですね。そしてその後にに月セマネというところに行ってこの月セマネの祈りというのをいたしました。で月セマネの祈りが終わってそれがこの今日のまあ場面にこうなるわけです。えー、マタイによる福井書の26章の章 47節以下のところですけれどもちょっとその場面をこう見ていただきたいと思うんですけれどもその前のこの46 45節と6節を見てまいりますとこの月生までの祈りが3回目の祈りが終わってからイエス様は弟子たたちのところにこう行かれましたその時も弟子たちはこう眠っていたとこう書いてあります。 その弟子たちを起こしてだと思いますけれども時が近づいた人の子は罪人たちの手に引き渡される立て行こう,う私を裏切る者が来たとこのようにイエス様は弟子たちに語っているわけです。ゲッセマのの祈りの激しい、まあ 自分自身に対するこう戦,いこうあ戦いが終わって、戦いが終わって、このイエス様の気持ちもまあ整理されたのかなと思うんですね。今や目の前に迫る十字架、それを目指してイエス様は、立て、行こう。まあ、弟子たちに向かってでありますけれども、イエス様ご自身もこう自分自身に向けて、立て、行こう。 身を私を裏切る者が来たと。この裏切る者というのはイスカリオテのユダでありますけれどもそしてこの47節にこう入ってまいります。12人の一人であるユダがやってきたとこのマタイはこう書いています。この裏切る者というふうにこう書きながらもこのマタイはですね 12人の一人であるユダがやってきたとこう書いてある。このマタイはですね、このマタイによる福音書を書いたマタイは、このユダが自分たちの仲間の一人であるということをこう、あえてここで語っているのかなと思うんですね。裏切るものでありながらも、この人も私たちの仲間なんだと、そういう意識があったと思うんですね。で、ユダが、 あのイエス様を捕まえてもらうためにこのやってくるわけですけれどもあえてという感じで自ら進んでこのイスカリオテのユダはこの佐世長たちや民の長老たちのところにあの前に行ってですねこのイエス様を引き渡す段取りをこう取りましたそそしてて今ややの時がこうやってきた。 このユダ自ら進んで先頭に立ってイエス様のところにこう向かう。この最司長たちや民の長老たちの使わした大勢の群衆もとこう書いてありますで。彼らは釣りや棒を持って一緒に来たとこう書いてあります。まあ、大勢の人たちがこのまあユダにこう連れられてこうやってくる。 まだあの朝も明けていない薄暗いその時だとまあ想像しますけれどもまだ多くの人たちが寝ているその時間にこの時がこうまあやってきたわけですね。祈りを終えたイエス様と11人の弟子たちそのところに弟子の一人であるイスカリオーテのユダがまああのイエス様を裏切ったと。 そしてイエス様を売るためにわざわざその敵の仲間を連れてくるわけですね。でその先頭に立ったこのユダがこの48節のところではこのイエスを裏切ろうとしていたユダは私が接吻するのがその人だそれを捕まえろと前もって合図を決めていたとこう書いてあります。 ですからこのイスカリオテのユダにとってはイエス様はどうしてもこのまあ、えー、捕まえてもらいたい捕らえてもらいたいそういう相手だったということがこう分かるわけです。自ら進んでこうイエス様に近づくそしてあの切奮をするんですね。えー、その接吻するのが このイエス様なんだとそれが合図なんだとこういうふうにこうそういう段取りがこう決められていたことがこう書かれているわけです。まあ、ユダの思いはこの行動を見ていきますと必ずこのイエス様を捕まえてほしいというそういう意図がよく見えてまいります。そしてユダはこのイエス様のところに近づいて 先生、こんばんはと言って、接吻したとこう書いてあります。先生と言って、こんばんはと言って、普通この挨拶をして、接吻をする。まあ普通のこう、弟子がこう先生にする挨拶のように、親しみを込めて、あの挨拶をして、こう切奮をする。そうすると、イエス様は、 裏切り者という言葉ではありません。この46節では、身を私を裏切る者がやってきたとこう書いてありますけれども、直接このイエス様がこのユダにかけた言葉は、友よという言葉でありました。この友よという言葉の中に、このイエス様がこの自分を裏切ろうとしているユダに対する思いというのでしょうか。 愛というのでしょうか。それが込められていることがこうわかるわけです。この自分のこれからの十字架のことがこう決定する。それを決定づけようとしているこのユダに対して、友よとこう語りかけている。え、イエス様はこのユダを自分の友として受け入れていることがこうわかるわけです。そして、しようとしていることをするがよいと。 言われたとこう書いてあります。もう止めようとはしない。ユダよ、我が友よ、あなたがしようとすることをするがよいとこう語っている、この聖書を見るとですね、聖書の箇所を見ると、イエス様の覚悟というのがこう見えるのではないかとこう思うんですね。そうすると、この大勢の群衆、 えー、剣や棒を持っている人たちが進み出てイエ,スこのイエスに手をかけて捕らえたとこう書いてある、まあ、まさしくイエス様は捕らえよう捕らえられようとしているわけですねでこのことからイエス様がこう逮捕される場面、まあ、この場面をですね、まあ、あの瞬間的にちょっとまあ止めてですねこのイエス様の行動とそれから この後に出てくるこのペテロの行動を比較しながらこの十字架の道ということをこう考えてみたいペテロの行動とそれからイエス様の行動をこの後からちょっと見ていきたいなと思うんですね五十一節を見ていただきますとその時イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き 大祭司の,の手下に打ちかかって片方の耳を切り落としたとこう書いてあるこのマタイはですねえイエスと一緒にいた者の,の一人とこう書いてあります一緒にいたのは誰かというとあの11人の弟子であることはこう分かるわけですねでもここではその誰だという名前はこう書いていない しかしあのヨハネによる福祉を見ていきますとその弟子の名前がこう書いてあるその弟子がこのペテロであることがこう分かるわけですペテロが手を伸ばして剣を抜いて大祭司の手下に打ちかかって片方の耳を切り落としたとこう書いてあるちょっと時間をこうまあ巻き戻してこう見ますとですね えー、イエスあの杉越の食事の時最後の晩餐の時にイエス様が弟子たちにですね「あなた方は私を裏切るとこう言いましたそれに対してこの、まあ、ペテロはですねイエス様にこう言いました「たとえみんながつまずいても私は決してつまずきません」とこう言ってるわけですね。 その時にこのイエス様はペテロにはっきり言っておくと。ペテロよ、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろうと言うわけです。で、そのことを聞いたこのペテロはすぐにたとえご一緒に死なねばならなくてもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんとこう言ったと、または この言ってるわけですねたとえご一緒に死なねばならなくてもだから命を懸けているその姿がこう出ているわけです。でその言葉がこの26節の十六章の51節ペテロが自らこう剣を抜いてこの敵にこう切りかかっていった」。そして 大差しの手下のこの一人です一人の片方の耳を切り落としたとこう書いてある。で、このままこう続けばですね、まあどうなっていったか。イエス様は、イエス様を含めて12人。イスカレオテのユダのその周りにした人、もっと大勢の人たち。まああの、イエス様が神の力をつく、使えば、 打ち破ることもできると思うんですけれどもおそらく普通考えればイエス様やこの十一人の弟子たちも皆殺されていたんじゃないかとそうこう考えるわけですねそういう意味でこのペテロは自分の命を懸けてイエスを守ろうとしたでそのイエスを守ろうとしていた このペテロの思いというのはですね、ずっと皆さん、この礼拝の中で話をしてまいりましたけれども、ペテロがこの守ろうとしていたこのイエス様というのは、ペテロにとってみればですね、戦いのリーダーになるべく人を自分は命を懸けて守らなければならないと、そのようにこう考えていたわけであります。イスラエルの人たちは長い間、 このローマ帝国の支配の中にこうありました。神の民として、いつか神様がメシアを送って私たちを解放してくださる。そのメシアがまさしくイエス様なんだと。イエス様を中心にローマと戦い、私たちは勝利をするんだと。これはペテロだけではなくて、他の弟子たちも そして多くのイスラエル人たちもこう考えていった。そういう意味で、ペテロは、このイスラエルの最高のために、この国をですね、こう、建てるために、命を捨てて、イエス様の前に出て、この剣を持って戦いに挑んでいった。そういう,こう場面でありました。ですから、ペテロの覚悟というのは、本当にこう、変わっていない。 ところがですね、えー、この場面を元に戻しますとこのペテロがですねこの剣を取ってその大祭司の手下の片方の耳を切り落としたとそこでこのイエス様は言ってみるとこのペテロの剣を止められるんですねまあやめなさいと剣をさやに収めなさいと剣を取る者は 皆、みんな剣で滅びるとこう語っています。ペテロにすれば、この命を懸けて戦おうとしていた。で、敵に一人よく切りかかった。耳、片方の耳を切り落とした。でも、そのペテロがイエス様によってこう止められる。剣を鞘に収めなさいと。まあ言ってみると、もうやめなさいと。 イエス様にこう止められたペテロにしてみればどうしていいかこう分からない。実はその後にですねヨハネによる福音書を見てまいりますと、イエス様はこのペテロによってこのまあ切り落とされたその片方の耳でありますけれども、その耳をまあ拾って、イエス様はこう癒されるわけです。耳をこう直される。 そうするとこの他の、まあ、言ってみると、えー、敵の人たちはイエス様にこう集中するとにかくイエス様を逮捕しようとするその間に結局弟子たちのが逃げるその猶予を与えたというふうにもこう考えられるわけですねこの56節のところを見てまいりますと この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったとこう書いてある。あの、ペテロが裏切った結果にはこうなるんですけれども、ペテロにしてみればですね、どうしていいのかわからない。そういう思いの中にこうあったわけですね。イエス様の命を守ろうとして自らた、あの、あの体を張っていったペテロに対してイエス様が、 やめなさいとこう言われてどうしていいのかこうわからないそして自分がこう切り落とした相手の耳をイエス様が癒される自分の置く場所がなくてペテロにできたのはその場から逃げるだけ他の弟子たちもそうだったわけですねでこのペテロたちの願いというかあのイスラエル人たちの願いというのが実はこの後にですね この時から40年がこう過ぎますとですね、まあそれがある意味でこうまあ実行されます。イスラエルの人たちがローマに対してこう戦いを挑む。いわゆるこのユダヤ戦争ということなんですね。このイスラエルの人たちがローマ帝国に対して戦いを挑んでいった。このユダヤ戦争というのは 何回かにわたってこう行われましたけれども結果的にどうなったかというと約10万人の人たちが捕虜となり約110万人の人たちが亡くなったとまあ言われるわけですね。このまあ事件によってイスラエル人たちはその今のイスラエルというか約束の地を失いそこからこう世界にこう散らされていく。 その間約2000年間彼らはその約束の地に戻ることがこうできなくなった。そういうまあ経過にこう行くわけですね。このペテロたちが願っていたこのイスラエルの国の再建というか、剣を持って戦う、剣を持ってその物事を実現していく、その結果がそういう,こう結果になっていく。でもこのイスラエル ペテロたちのペテロの行動というのは今の私たちのまあ人間の行動と変わらないのではないかやっぱり力をこの武力を一つ地盤として物事をこう変えようとしていくその姿その姿がやがてどうなっていくのかというのがこのイエス様の言われた言葉でこう見えてくるのではないか 剣を取る者は剣によって滅びる。では、イエス様は、自ら進んで、この十字架の道をこう行きました。ゲッセマネの祈りの中で、激しい祈りをしました。弟子たちを身近に呼び寄せて、苦しみもだえながら、 こう神様に向かって祈るわけです。土を願わくば十字架のこの杯を私から取り下げてくださいと私は十字架につきたくないんですと必死にこう願っているこのイエス様の思いがここによく出てまいりますしかし私の思いではなくて あなたの御心の御心がなされますようにとイエス様はこの月様の祈りの中でその思いを語りその十字架への決心がつきましたそして自ら進んで十字架の道をこう歩まれるこの十字架の道というのはどういう道であるのかその 愛によって物事をこう解決していく。イエス様はかつて人々に語られました。右の方を打たれたら、左の方を向けなさい。あなたの敵を愛しなさい。そう言われたイエス様が、まさしくこの十字架の上で、それをこう実現なさる。そしてその十字架の出来事が、 こうなっていくわけですね。で、この十字架の出来事というのは、この私たちの罪のあがないのために、イエス様がそのようにしてくださった。神様がそのようにこう導いてくださった。神様の働きというのは、この私たちの罪をどのようにしたら許すことができるか。それが神様の救いの目的でありました。 そのために、一人子であるこのイエス・キリストを私たちのところに送ってくださって、この十字架につけてくださった。そのイエス様の十字架の死と復活によって、私たちの罪が清められ、許され、そして神の、本当にこの神の民として新しく生きることができる、そのようにしてくださった。この十字架の道、イエス様が、 私たちに示してくださった道であります。福音の道、十字架への道、それを私たちはですね、創立134年目のこの時に、改めてこの地域に住む人たちに、この十字架の道である、このイエス様の福音を述べ伝えていきたいと、そのように願います。お祈りをいたします。神様。 創立記念の礼拝をこの世に持つことが許され感謝をいたします今までの道のりをあなたが守り導いてくださったことを感謝いたしますどうぞ神様これからもこの教会をあなたが祝福してくださってこの地域の人たちにあなたの福音を述べ伝えていくこと,くことができますようにどうぞ導いてくださいこの願いと感謝をイエス様のお名前によってお祈りいたします Amen.